卓球の WTT チャンピオンズ・ニ側、韓国、女子シングルスで、パリ五輪日本代表の平野美宇、木下グループ、と世界ランキング1位の孫エイサ、中国、が28日に1回戦で激突。中国で、孫のアダウチリベンジマッチ、と注目を集めている。27日には伊藤美馬、スターツ、ラリュー・ヤンズ、オーストラリア、を3対2で下し、16強入り。 平野はいきなり孫と初戦を迎える。中国メディア、猛威は、孫英イは平野美宇戦で自身のリベンジだけではなく、王ゲイ道の仇討ちにも挑む、との記事を掲載した。平野は調子が良く、試合のリズムをつかめば、どんな相手にも勝つことができる。平野は王に二度勝利している。2023年には孫をも破り、孫の海外選手に対する無敗記録に終止符を打った、と記述。 昨年の WTT コンテンダーザグレブ大会で、海外勢に4年以上無敗だった孫に勝ったことを強調した。孫にとっては悔しい敗戦を踏まえ、今回の一戦の勝利は孫の個人的な名誉だけでなく、中国卓球界全体の評判にも影響を与える。平野は日本卓球界の主力、パリ五輪にも出場するため、孫は平野に勝つ責任がある。 日本は世界選手権釜山大会でも中国主力の王に勝ち自信を取り戻した。全国卓球のリーダーとして孫は日本の希望を打ち砕かなければならないと勝利を言明した。日中で注目の決戦となりそうだ。